はい、どうも、豊沢です。今日は、初めての企画なんですけど、ちょっとドッキリを仕掛けようかなと思ってます。はい。で、今日、日にちが3月1日で、もうこれ流れるのはちょっといつになるかちょっとわかんないですけど、その3月1日、ドンピシャで、誕生日のオーナーがいて、それが浜松の浜北店の変動オーナー。彼と今日でこちらにいる、パンダオーナーと今日3人で食事に行くことになってます。ただその前にちょっとこう喫茶店で、ちょっとお茶しようかっていう話で、彼を呼んで、でその中で彼にちょっと俺が、これちょっと半分実際あったこともあるんだけどちょっとガチで説教しなあかんことがあって、それに対してちょっとブチギレ、龍神にブチギレたろかで、龍神にブチギレてもうそのお前はみたいな感じになって、最後ちょっと俺トイレ行って帰るわみたいな感じで、トイレ行って帰ってきた時にケーキを渡して、大好きや風邪がおめでとうみたいな感じで行けたらいいかなと。その内容はちょっとまた伏せとくんで、また見てもらったらいいと思うんですけど、結構ガチリアルで、なんなんそれっていうような、いやそんなことで怒ったらあかんやっていうことを、僕に、そういうメッセージはやめてくださいね、それは理不尽やとかDM くるときましょう、それやめてくださいほんまにもう相手わざと、ほんで2人にも協力してもらって、で今日はドッキリしたいと思います。彼は正直何も知らないと、今多分新幹線乗って浜松から今京都に向かってますんで、こう来てちょっとあん時もなって、ちょっとスイッチ入れる逆のパターンやけど、絶対嫌やわなんかそこになんかちょっと雑談っぽく聞きながら、行きます、行こうや、よしよし、それ完璧や、そうやな、じゃないとこれカメラボタン撮って絶対なんかあるって思うよね、あいつアホじゃないんでそこまで、でもそれはね、ゲームで、モノマネのやつ、モノマネのワンカットだし、とりあえずこんなもんでいっかーって、もうカメラにいっちゃおうって言って、撮れたらフリしといて、もうやっといたら、オッケーオッケー、よっしゃ、そういうことか、いやー、いいじゃないですか、完璧や、うわ、めっちゃあれやわ、いけると思う、もう早くしたいわ、そうですね、溜まってるうちにもうでもくっつくでしょ、この前、ちょっとしたエピソードで、別に怒るほどのものまねでもことじゃないですけど、この前、服部隆と埼玉で飯行ったんですよ、要は、その道中、海洋道中、僕、テスラやから、ちょっと浜松とか、どこか降りんと分かるんですよ、充電、充電せなあかんしなと思って、僕、一回、その大輔、あいつ、暇なんちゃうな、別にその時間のことも言うてなくて、何してんのみたいな、明日こうなんやけど、つって、いやー、その日は。現場なんすよみたいな、現場分かってて言ってるけど、いや別にそのラストもうお前時間ぐらいあるやろってわざわざなんか呼んでもらったんですよねって、こう終わらしよったんすよ一回、なるほど、付き合いはなるほどっていうのがあって、久しぶりやったのにな、そんぐらいしかツッコミどころないですね、それ怒りにくいな、そんなんしゃあないやん、現場のことやって俺とこれめっちゃブーイングくんだよそんなんでキレてる方がおかしいやろって、いやキレるのがそうとかじゃなくて、要はその私自身なんかもっとも交流感みたいな、ああだこうだって言うくせ、言う割に別に、その、なんていうんですか、別にラスト終わってからなんて時間あるわけやし、別にそれは時間空けろって言ってるわけでもないし、何してんのぐらい、忙しいぐらい、逆に言えばこの時間やったら来ますとか、なんかそういうリアクションあってもいいんちゃうのということでね、そういうことでね、もっと可愛げがあるやつ、一応ラスト終わってからいいですか、でもいいんじゃないねっていう、いや、分かる。だからそこは別に突っ込んでいいところの感性の問題じゃないですか。そこの労働の問題じゃなくて。けど、お前もっとこういうふうにしたいとか、こうやっていきたいって言ってんじゃないのみたいな。なるほど。じゃあそれがな、それをな、仮にやで、じゃあそれをメイン、ちょっと題材で、あいつにスイッチを俺が入れるとしたの、その持っていき方は難しいよな。つうか、俺がもう勘だからそれ聞いたんやけど、お前さ、っていうふうにいきなり来た瞬間から。振ります。でも最近でもそのどうなんですか、最近その
いや、あいつ大好きだよ。あいつ結構断られてる俺。そう思った。俺もそう思ってんみたいな感じで。そうそう、いやほんで俺一回、あ、そういう話で言えば一回別店長、この間のオーナー会議2月の時に静岡だけのオーナー全員困ったので、うん、読んでた、ね、で大好きだけど呼ばんかった。ほんであいつ俺はそれ森田と、うん、飯行くって知ってたから、俺は頼まへんか、呼ばへんかったね。あいつわざわざ、なんで僕なんかしましたみたいな、いけないって。で、その辺も俺からしたら、あってなって。あるじゃないですか。あるな、あるな。いや、だからちょっとそういうのもちょっと、そうか、そういう感覚のところに、うん、そうか、いけない、自分が誘われへんかったからって。お前何やねん。ネタでも何でもなく、それガチです。ガチでもそっちの方がリアルにいきますよね。よろしくか。すいません、すいません。お皿ってあったりします。え、お皿って、お皿っていいですか。すいません。あ、だから僕だから、うん、触りでこの前こんなことやったんですけど、それにこう、だから、あ、お前その話言ったらなーで、この、そうですね。それに行こうか、ドーンって。それ行こう、ドーン、それ行こう、それ行こう、あ、それいいやん、それ、それで行こう、もうそれで、そのくだりで、ちょっと、なんかちょっと俺も、なんか、やっぱ腹立ってきたわ、みたいな感じで、うん。そうですね、うん、で今日え、別にあれやろうって、うん、え、俺いなあかんみたいな感じで簡単に、別に3人やとお前が言ったらいいやんみたいな感じで、いや僕そんなんもう無理です。いや、でもなんかやっぱ俺ちょっとさ、うん、今日完全に外だったから来たけどさ、なんかその辺めっちゃお前のそのリアクションが嫌やねんかみたいな。もう完全に富士で行こうか。そうしましょう、そうしよう。いや、それ結構リアルやったもん。リアルすぎて、僕ちょっと晩御飯味するからないですけど。いや、リアルすぎて僕ちょっと味するかな、飾ってると思います、こうやって。いやいや、今日ごめんやけど、もう簡単、俺帰るわ、言うて。はい、うん、トイレ行って帰るわ。もう別に3人やるわけやったら、別に、俺も行くよ、芝居。いやこれは、みたいな感じで、とりあえずトイレ行くわ、みたいな感じで止まって。それでこれ持っていくと、はい、まあ、最初ね、やんわりと、やんわりと、はい、俺誕生日やねんみたいな。で、神田さんは、神田さん、はじめで、さっき違う打ち合わせ彼としてて、あ、はい、うん、ちょっともう来るからっていう話で、はい、うん、今からそのどうやってモノマネの動画一本作るかみたいな打ち合わせしたいなと。お前も忙しいからそういうな時間もあれやから、はい、例えばお前の得意なライライマン、はい、あれを、あの人を、あの姉の着ぐるみを何人か回して、はいはいはい、でそれで司会進行さして、はい、でモノマネをしていって、はい、はその店で、モノマネを取ってもらって、それを、はい、要は一括で出して、はい、で編集してもらうみたいな。あ、なるほど。で誰が一番重かったかっていうのを投票するみたいな、そんなんがいいかなと思ってるけど。そうですね、ちょっと2ヶ月あった方が。あ、わかりました。2ヶ月で、なんか迷ったりしたら、はい、ちょっと連絡、あ、そうですね、させてもらいます。じゃあその形で、はい、すいません、それでお願いします。神田さんモノマネうまいですもん。おい、やめろ。もうやめろ、やめろ。お前何してんの。僕何個かしてますお前ら、若いのしら。神田さんはいくつなんですか。僕らの2個上。あ、4十、はい、四十、もう四十なの。そうです。四十の割にはやっぱこうちょっとこう、はい、空気読めへんところ多いよな。そうですね。まですか。ここから変わっていきますから。あ、そう。はい、まあこのこれぐらいで、こんな感じで、じゃあまた連絡してもらって、はいはいはい、やっていきましょうか。わ、うん、かりました。こんな感じで。はい、だから、まあ、とりあえずは2ヶ月ぐらいはちょっと様子を見ながら、はい、だから振るのは振ってや、はい、うん、それ帰ってから、まあ、お前忙しいみたいなこといつも言うからさ、はい、あれ、まあ、手が空いた時にあれでラーメン食わしたから。暑そうだったなあれ。一気に認知度が上がりそうやん。そう、違いないですね。なんか、うん、大将な中でとか言ったら誰が仲いいの。誰かいる、はい、まあ、俺覗いてやけどさ、誰がいい？オーナーですか。そうそうそう、先輩オーナーで。よく連絡取ると思いますか。連絡取る、あ、でも岡田社長は何回か連絡取らせてもらったのと、あと山下オーナー、あ、昨日の、はい、あ、これはそれこそあの社長の誕生日の時にいつも一緒にあの顔、髪に沿って何言ってんの。あ、文字書くってこと。文字書いてる。そういう、あ、メンバーの中です。はい、なんでちょっと日本語ちゃんとしっかり喋らないと。
え、でも、言ってもそれぐらいやろ。そうですね、ぐらいか。はい、うん、じゃあこれからやな、はい、目標どうなん、ここら辺これからどうしていこうみたいなこれからどうしていこうじゃもちろん2号店行きたいなという気持ちで、去年ですね、はい、去年は結構人数いたんですけど、うん、ちょっとこういろいろありまして、ね、やっぱそうなんそうですね、もう一度、はい、振り出して頑張りました。東北もあるよな。はい、一回来ていかないか。そうですね、うん、また行かせてもらって、ここからまだ、俺いつ以来あった、めっちゃ久しぶりな気がするんですけど。そうなの、俺結構なんか頻繁に連絡取ってんのかなと思ってたから、結構まあ言うたら指定関係や、まあ、まあそうやんか、まあそれは直系の時から俺も知ってたやんか、はい、名古屋じゃないですよね、それそもそも忘れてんの、全然、はい、いや自分ぐらい多分ね、なんか全然合ってない気がする、合ってない、ズームとかでは顔合わせてるとか、ズームぐらいな、はい、あでもズームとかでもやっぱちょこちょこね、やっぱなんか多分そうやと思うんですよね、久々にズームとか でちょこちょこ見てるから、はい、久々感ないですけど、でもやっぱこう面と向かってなんかこうの方がやっぱね、やっぱ全然この前の神田会もやっぱそうだ、一緒に会う、一緒に会ってとかやってやっぱね、一緒の空気をこう共有するってやっぱすごく大事ですよね、うん、まあそういうのがね、うん、でも今度は断られたんですよ、だからちょっと一回電話したいよ、もう絶対忘れてるやろ、じゃあ俺が、僕が一回そのうち今埼玉に、うんうん、おるじゃないですか、うん、スライドかな、ちょこちょこだから僕行くのに電車じゃない、車で、はいはい、で行くのに僕やっぱテスラなんで、うん、で途中でこう道中こう充電か充電とかそういうスポットがちょっとやっぱ浜松にあるんですよ、おそうなんや、で一応別に関東行ってからでもいいんですけど、で結局このプラン組むじゃないですか、日程のプラン組んで、うん、ってなった時に、あ最近大好きやってんしなと思って、何してるの、うん、何してんのってちょうどまあ現場やろうな、忙しいの分かってた、うん、いやちょっと時間が、まあ、別にいつとか言うてます、うん、ああそっか、でも別に僕もホテルどっか取ってどっかホテルあろうって言い出す、うん、でいやあるんですけど近くにはないですかね、うん、あるんですけど、うん、で断られて、うん、結局服部隆史呼んでとりあえずあっちの方でみんなでご飯を食べ結局食べたんですけど、結構そういうとこあるんですよ、いやでもね俺なこれガチ、ごめんな、ガチな話で言えばお前はちょっと、まあ、もちろん忙しいとかもあるかもしれんけど、はい、その辺がすごい鈍感というか疎いというか、ちょっと俺はイラッとすんねんけど、マジでな、まあ、今の話も初めて聞いたからさ、あそうなんやと思うけど、普通に考えたら別にそうやって電話あったってことは、あ何かしらこっちにもね、だからお前も忙しかったとしても、まあ俺からしたら、俺が例えば仮にどうしても時間がなかった、打ち合わせもあるからで、社長から、うん、今日何してるって言われたら、この時間やったら、はい、空いてます、うん、この時間で調整しています、昨日もそうやって佐野優ちゃんとね、うん、明日ちょっとお前時間あるやん、はい、で彼はまあ結局シフト入ってたから無理やったんやけど、ギリギリまでちょっと調整してみますとか、うん、やっぱそういう風な話をやっぱしてる、あさすが感性高いなと思うけど、お前結構まあまあ即答で、この間もそうやったやん、俺がさ、いや無理ですみたいな、あったんやけど、今現場なみたいな、はい、なんかあったんやけど、でもあんなもん、なんかこう相手が、まあ言うたら別に初めましてでもうどうでもいい人やったらいいよ、はい、うん、でも神田なんか特にさ、いつも気にかけてくれてる人で、そうやって電話あるってことは何か意図があるわけやん、はい、この分かる、こっちが大輔に期待してる、はい、何かを込めてることを、はい、結構まあまあ最近お前も仲慣れたんか、オーナーとして慣れたんか、なんかスルーしてる、なんかこうね、かわしてるっていうのを感じてな、俺で、それで、その中で俺は腹立ったのは一番、そう感じてた、1年ぐらい感じてたんやけど、この間2月のオーナー会議の時のお前が、俺は森田にお前が誘われてて、はい、うん、で、俺は静岡のオーナーな、みんな我慢った、連絡してな、いわゆるアポ取った、うん、で、まあ秀次から何言われるか知らんけどさ、何お前次の日にさ、朝早くから知らんけどさ、LINE でさ、え、なんか僕しましたかみたいな、わかる、そういうなんか、僕声かかってないんですけど、的なな、いやいやいや、なんでそれ決めんの俺やんって、はい、そうやんけ、うん、なのにかかるぞお前、なんか、え、僕も誘って、じゃあお前誘ったらお前モニター断ってくんのかって話やん、俺からしたら、いや俺な、それは俺に対してもそうやし、はい、モニターに対してもめっちゃ失礼なことであって、
もうそれをな、うん、なんで僕悟ってもらえなかったですよ、まだ覚えな内容も残ってる長文送ってきたけどさ、あんなんでもな、ほんまに全然なんか聞いてないというか、うん、普通その背景考えたらそんなこと送れへん、うん、で、やっぱり自分はもう先にモニタリに誘われてるわけやろ、はい、もうなんなん、じゃあ俺が上司やから、モニタリの上司やから、じゃあ俺に次誘われたらモニタリ断ってた、だろう、俺それモニタリに言うと、モニタリもめっちゃほんまに、なんか何なんすかそれみたいな、うん、ってなってたし、はい、じゃあほんまに腹立つんだよな、ああいうなんて、はい、じゃあそれを俺もほんまにごめんけど、流そうと思ってたけど、うん、やっぱちょっとお前にはやっぱ言わなあかんなと思うねんけど、でもな、でこの間も、まあ、そんな気持ちでもあかんなと思って、はい、じゃあそこの人どうなんて言った時に即答で、いや無理ですねみたいな、まあまあもうその言い方はなあれやけど、でももうちょっとそんな考えで、じゃあ多分俺は神田オーナーやったら、はい、うん、ちょっときついっすけど、ちょっと待ってください、声かけてみますわ、はい、みたいな一言、だからごめんな、これは社交辞令であってもな、そういうところの一言があってどうやって話やんけ、えちゃうと、そうです、うん、なんかないんけよな、それに対して、はい、いやもうあの時はもう本当に自分のことしか考えてなかったと思います、うん、はい、でもお前ずっと自分のことしか考えてへんみたいな、今の話もそうやけど、え、なんなんそれでお前は何いいと思ってんの、それで、いや今日でも、まあごめんな、今日火曜日、ない、休みやから、お前が休みやったから、うん、これだけど、これ調整するっていうことができひん日やったら、調整する前も、する前にももう断ってたんじゃん、お前は多分、うん、でもちろんな、あの断ることがあかんとか言わへん、うん、そのしゃあない予定があるな、でもな、もうちょっと背景とか読めへんけ、ごめんな、変な空気になってる、ごめんな、ちょっとマジで、じゃあ続くはさ、もう俺なんか今日ごめんなかんだ、ちょマジで今日な、はい、大輔の、はい、日やから言うて、うん、ご飯とか予約全部してくれたやんけ、うんうん、はい、ちょっと俺もう正直やけど、もう今の気持ちで一緒に飯食えへん、だから渋谷、お前3人やんな、予約取ってして、3人です、はい、な、渋谷たまたま打ち合わせ、お前時間あるやろ、夜、まあ、作れ、ちょっと作れ、ちょっと俺もうええわ、はい、うん、で一緒に飯食えへん、やっぱり、うん、だから今から、ね、宿行って、な、泊まって、何かへんてな、段取りしてくれたけど、もうちょっとごめんやけど、無理や、じゃあ俺ほんまにな、じゃあ腹立つねんか、マジで、うん、いや、本当に申し訳ない、いや、でも、これもな、大好きな、俺な、そういうやつをみんな言ってきてる、はい、うんうん、特にお前なんかは可愛がられてきた方やから余計に、うん、もう、あ、そこが見えたなって思った、うん、だからもういい、いや、じゃあマジでもう、じゃあほんまにごめんなかんな、じゃあほんまにこれもうこの時やからもうはっきりしとかんと俺はあかんと思ってんねんか、うん、だってもう俺がモヤモヤしてやっぱりこれ大好きでおめでとうと思うとできへんし、何もできへん、うん、なんか良かったねとかも言えへんし、うん、お前頑張ったね、じゃあ2号店頑張れとか言えへん、じゃあ俺はでもそれはオーナーに対してやっぱり、だってお前らでもそういうこと分かってるからさ、俺らに対してな、うん、気遣いするわけやんか、うんうん、その気遣いがないっていうこと時点でな、もう会うて、うん、ちょっと押し込んで、あっ、そんなのあったんですか、マジっすか、え、なんかあんまそんな最近マネージャーあんまやり取りしてなかった、逆でネットを立てる、いや、あ、いやでも本当分かってなかったです僕は、まあ、それもまあ、はい、マネージャー言ってることはでも正しいしな、はい、まあそういう期待してる分、いやでも今日は本当に僕の中でも正直、うん、それさマネージャーに、まあ、いろいろ申し訳ないことをしたりとか、ああ自覚はあったんや、あ、それはありました、ただ、うん、ただそうですね、ここまで期待されてたってことだろうからな、そのだけ、いや、ここまで、え、ちょっとマジで、え、まあ、全然読めないんですけど、うん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア大輔、ハッピーバースデートゥーユー。
大好き。泣いちゃう。いや、もう無理だと思った。ちょっと待ってください。どこまで本当なんですか？もう待ってください。ちょっと前半のどこまでっていうか、はい、青中井のあの後の青中井の誘いのやつでの命令に対しては俺もうお前には注意してるから、はい、実際問題それでもう終わってる俺で、あ、そうやなって分かった理解して、うん、そんな誘われてんのに、いやでも、いや終わってなかったっすね、うん、そうやろ、でもそんな別に怒ってない、はい、いや、ちょっと待ってくださいマジっすか、はい、今日本日の試合え、こんな感じなんすね、そうやね、思ってたより大事ですよ、こっちでじゃあもう足ガクガクしてるトイレ行きたいわでもちょっとさ、ケーキが溶けてきてごめんなあ、ありがとうございます、いや、本当に何この40歳ありがとうございます、あ、本当これ大丈夫です、これまだ終わってないドッキリもう大丈夫、もうドッキリ、あ、じゃあお前言う、ドッキリ大成功やっぱり YouTube マジですかいやーだってお前途中でちょっと本気でちょっと震え出したから、いや震えますよそれはもう会ってくれないって言うんですよ、いやでもいや僕もこっちの立場やったらまあへこんでたわ、あっこまで言われたらいやでも神田さんがあのこの間誘ってっていう話からなんか雲行き怪しくなってあれそんな声なのかな、いい振りでしたね、完璧遠藤さんでもね、ツッコミどころがなさすぎて大輔さんのことがもうめっちゃ考えたんですよ、何ツッコもうってみんなで、いやもうなかったんですよ、本当に唯一ツッコミできそうなところが、はい、なんかさっきの話のそういうちょっと大輔のその可愛らしい鈍感さのところというかもう自然すぎてナチュラルすぎてなんですよ、こんなのは。すみません、僕がちょっとドッキリとろっていや、ほんまに2人でもめっちゃいけるみたいな感じだったんですけど、いや、いけるっしょ、いや、もう渋谷さんは成功することしか考えられない、そうそう、いや、めちゃくちゃ、これは思ってた以上の取り出しいや、俺もね、ちょっと言葉な、選んだ方がいいかなと思いながら、もうええわとでもめっちゃリアルすぎて自分もやばかったですね、内容がリアルすぎます、いや、それな、ちょっと半笑いしたら覚えてる自分だ、ちょっと半笑いいや、神田さんが半笑い、あ、神田さんが俺もそんなに言うじゃないから絶縁状態まで行ってるやん、ほんとちゃやで、思ってこの場所もそれ言うと、そうなんですか、そうはい、いや楽しかったですね、すごい、これはもうでも、心がいや、じゃあ、やってみてくださいこれもう手震えてますよ、これ大丈夫、やられたことあるから、あ、そうなんですね、いやでも今日のご飯、美味しく食べますね、いや、本当っすね二つ星なんです、二つ星ですね、今日はドレスコードあると思って楽しみにしてきました、よかったね、トレイいいっすか、ちょっといいっすかね、じゃあさようならちょっとトイレ行かせてもらっていい、じゃあ止めます、いやよかったな、はい、完璧やな、いや豊沢さん行けますよ、いや行けたな、行けますよ、行けたな、ただ、これただ僕いたら次から疑われますよ、いやだから次からは神田さん、でも人によっちゃ、うん、分からんすよ、分からんかな、分からん、そうかそうか、だから内容がちゃんとあれば、そうそう、今の話なんてガチのこの怒られるのあかん、そう怒られるようなことをしてしまってる本物の内容やないそのダムでいうちっちゃい穴をめちゃくちゃ腰上げてますよ、そうちっちゃい穴にポンって立ってる感じやから、むちゃくちゃやで、ほんまだからちっちゃい穴のある人からしがあれば、はい、全然多分それは受けます、そうやな、いやー、もう途中で遠藤さんの顔見られるようになりましたもん、いやよかった、楽しかった、じゃあまた面白すぎてじゃあ豊田さんまた今度ということで、さよなら、さよならお疲れ様でした、はい。そう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 、できたのがでもいいか、良かったかもしれないですね、いやでもほんまに
これ大輔やから成功したのもあるのかな。いやそれ間違いない、そうやな、僕やから、うん、で、まあ、まあ言うたらもう師弟関係でもあったから、ほんまこの今日のこの誕生日を企画した神田のおかげ、うん、いやほんまそう、いやほんまそうし、ありがとう、え、おなんすかバカラってあれのバカな、おそれお前の頭のあのバカなマジっすか、いやグラス、こんなのもう開けてんやん、ちょうど40やから、マジっす、趣味やし、うわすごっ、2個入ってる、2個入ってる、嫁さんの分ですか、そう、二つ俺やろ、そんなことあるんすか、もうどっちからでもいい、どっちからでもいい、ちょっと開けよう、ちょっと グラスじゃ、はい、なんですかこれ、ちょっと40、いやなんかお前センスいいな、40やからね、センスいいわ、センスこれどけてもらっていい、あ、そっか、すいませんすいませんでした、すいません、どうぞ、開封の儀、バカラ、いや、バカラってねえ、本当に成功者、あ、でもこれあれやな、ほんまにあの嫁と2人でやばいですね、うん、これ水割り、あ、あれロックやな、ロック、はい、ロックだろうが、なんでやろうが、いや、すごいな、ちょうど40やから、ああ、ええやん、あんそんなめちゃくちゃいいんだよ、ちょっと、いやいや、ね、年号がちょうど書いてあるから、へえー、どこっすか、どこ2022、どこどこどこっすか、お、ほんまに、あ、ちょっと待って、逆、逆こう、こう、あ、ほんどうだどうや、どあの、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、さあ、ちゃんと一緒に遠藤さん、トランプ47点ありがとうございます、勉強部屋や、これな、勉強部屋、勉強部屋のスタートこんな感じや、いやー、本当に、ありがとうございます、え、もう一個分けよ、はい、何これ、出ます、モンブラン、なんすか、いや、これなんかやっぱこう40って結構節目やから、はい、なんか消耗品とか、なんかその服とかよりもなんかずっと使えるものの方がこうちょうどね、なるほど、なんかキリいいじゃないですか、あ、でも考え方、なんかあれやな、俺そんなん何も考えない、グラスとか関係性がね、ちょっと待って、俺大好き40で知ったのさっきやから、ね、そうそう40だからやっぱ節目記念ですね、なるほど、節目記念、ん、ほら、そっちが頭やろ、ウォーターマン、めっちゃいい、めっちゃいいよ、ウォーターマン、めっちゃいいじゃないですか、めっちゃいいやん、おい、ウォーターマン知らないんですけど嘘でしょ、調べろ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 、いや、いい、結構有名やぞ、あの、なんか、パイロットとか、あの、あ、そうそう、だからパーカーとか、ランクが、全然、ちょっと一応名前も持っといたら、ウォーターマン、いやいやいや、めちゃくちゃいいペンですよ、よーって、あ、大輔、エンド、え、名前入り、名前入りだよ、めちゃくちゃいい、重みが違うし、オーナーやからね、はい、いや、めっちゃいい、ありがとうございます、いやいや、これでもいろいろこう、ずっと使えるやろ、まあ、多分オーナーになると、はい、ボールペン使うことって結構あるから、いろいろ書いたり、そうですね、あ、でもそんな重くないしな、じゃ、ウォーターマンの僕好きなところが、うん、パーカーとかいろいろあるじゃないですか、うん、このね、こう回した時のこのカチャってこのなるほど、クッとはまる感じの、うん、これがね、やっぱそのウォーターマン特有の、これがすごい好きで、このちょっと色もいいやん、この色良くないですか、めっちゃいいな、この色、めっちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれですね、色でもなく、そうそうそう、なんか、うん、これかけんの一番最初いやいやいや、もう絶対あかんでと思って一番最初隠していや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 、もうドリフぐらいやった今のはもうマジで人にもらったやつを名前も書いてるやつを一番最初に隠るとただ一番パイセンもしゃあないいやいや、しゃあないちゃいます権利もありますね、権利ある、権利ある、もうパイセンもしゃあない、いやさすがです、何本あってもいいからね、うん、いやいや、いい、そうやな、いいっすね、1本ぐらいそういうのあったもん、もうでも手震えてないですよね、大丈夫ですね、そうですね、もう全然やん、はい、こんなのありがとうございます、これさあちゃんと使ってな、はい、もういや動画送ります